イエイ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 、算数の割るというマークに数字の1と書いて DIY で1と Y1 ボーカルシュンです。おはようございます、ベースのコウタです。ウェーイ、いやー朝早い。早いね。おはようございます。まあどんなに早くても、遅刻はしないが我々の心情なんでね。そうなんですよ。まあ基本は30分前ね、行動をね、大事にしてますから。当然ですよね。ああ、指さされてる、指さされてる。今日、シュン君 10時に到着してますけど、ね、世界を救っていたということで、ね。そうそう、ちょっと悪の組織から、世の中の、平和な世界を守るために、はい、うん、目や鼻からビームを出して、悪の、ありがとうございます。そう、守っていただいて、2016年も守っていただいて、2016年が無事終われるのは僕のおかげと言っても過言ではないほどのね、強敵だったよね。なるほど。はいはい。そんなこんなでですね、はい。ディバイデッドバイワン、レインボータウン FM、クリスタルにだいぶ今年お世話になりまして、うん、なりましたね。エコヒーキ。ウェイ。まあ、1年間、こう、お世話になったわけですけれども、はいはい。どうですか、シュン君。もうね、はい、特に後半はもう毎週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 ここに来ていたのでね。だよね。もうね、ここのね、人たちのね、うん、僕に対する、うん、あれよ、新鮮感のなさよ。ね。ものすごい慣れっぷりがすごい。君ね、君ね感さえなかった。もうなんか、もうなんか、うん、なんつーの、うん、いる、でしょくらいの見て当然と、はい、結構レアキャラなんですけどね、うん、世界を救ったりね。僕今日入ってきた時皆さんものすごい笑顔で迎えてくれましたよ。あ、マジ。もうね、僕はね、もう何ですか、 あれですよ、ほぼ AD ですよ、フリースは。大事ですよ。そんなそんなボーカリストですから。そうですね、いやいいの、それいいけど頼みますよ。はいはい。そっか、まあすごいね、早かったね。やっという間でした ね。でもなんか1年かけて、僕ら、散々話していますが、マンスリーリリースという活動をしていて、毎月必ずシングルを出しているんですが、この2016年のに関しては、うん、12曲全部毎回ここで報告して流せたんじゃないかなという、うん、いや、めちゃくちゃありがたいっすよ。ウェーイ。それやっぱ世の中に届けてなんぼですから。そうっすね、曲はね、もう12曲、もうね、ミッチーナさんなんか全部歌詞も見ずにフルコーラス歌えるらしいですからね。おお、後でじゃあ歌っていただきます。そうですね、まあ嘘なんだけど。ねえ、やっぱ、なんですかね。で、あれだよね、流すたんびに反応が見れるからいいよね、周りの人。ああ、そうですね、うん、直接目で見えたり、この。うん、いや、今ごめんなさい、なんで声だと分かんないですけど、あれか、あれだ、マサさんっていう先輩が悪いことしてるんですよ、今。ガラス越しに覗き窓からすごいいたずらしてくるんですよ。いやいや、愛しい人ですわ。愛しい人、マジマジ必須、濃ゆい表現出たね、それ。あ、そうっすか。いや、愛しい人だね。いや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 、来年も引き続きマンスリーシングルスは ね、やってくんだけど、流してね、ちょくちょく報告にしたいですね、はい、ぜひ、こくりこくり、もし隙間があったら、はい、はい、隙間産業得意なんで、おお、よろしくお願いしますよ。ウェイ、はい、いやー、来年どうする？来年はですね、うん、ちょっと、うん、個人的にも悪位置的にも、うん、ちょっと今までやったことがないいろんなことに挑戦してみようと、うんうん、いろいろでもね、悪いうちの方もいろいろ、海外でほにゃららみたいなこともいろいろ考えて動き始めていたりとか、いろいろね、新しく2017年は、うん、今まで通りではなく、うん、ちょっと、新たなチャレンジみたいなのをあちこちでいろいろしていける、そんな年にしていけたらいいなと思ってるんだけど、どうかね、こうたくん。いいと思います。なんか、それが、何ですかね、まあ、ちょっとクリスタルにかけてじゃないですけど、うん、もう来年は、クリスタルのようにピカピカにね、うん、光った存在になれたらななんて思っております。やるじゃん。おーいえ、皆さんぜひよろしくお願いします。うねっしゃー、見守っていただいて。うえーい、はい。なんか二人だけでちょっと心もとないので。あ、あれあれおはようございます。デシコさん、
振り返りはそろそろよろしいでしょうか。あ、大丈夫です、はい、大丈夫です。よろしいですか。はい、はい、助けてください。俺久しぶりなんす。めっちゃ私久しぶりです。何ヶ月ぶりだ。そうよね、そうなんですよ。しゅんくん毎週あ10月ぐらい10月か9月か10月ぐらいからさ。そっか、ワンシーズン超えちゃってる。9月だな。ワンクール超えちゃったね。超えましたよ。おかえり、ただいま。じゃあ僕も空気のような存在になっていいですか、これ。あのクリスタルテレビの方だよね、うん、TV の方で。あ、そうですね。そうですよね。わちゃ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 、うん、多分やってるけど。何食べた何食べた。どのくらい食べた。それをあれですか、思い出させますか。この朝の何楽しい思い出じゃなかったってことかな。いやいや、最高でしたよ。最高でしたよ。皆さんもね、はい、きっとクリスタル TV も楽しんでいただいたでしょう、はい、いや楽しかったですよ。なんかあの僕は丼でいろんなものを食べるっていう、本当はあの僕が食べてる時の美味しそうな顔を世界中にばらまいてですね、食べ物や飲料、系の CM をこういただこうかななんて野望があったんですけれど、うん、だって自分で言ったんだよね。そうそうですね、まあ、ただ周りがあれなんですよ。僕は美味しそうに食べるよねみたいな感じで、ちょっと面白いんじゃないっていう。そしたらいつの間にかちょっとあれですね、大食いコーナーとか、大食いコーナーというかあれだよね、なんか辛物食べたりとか、普通に美味しいと言えないものばかり食べさせていただいていたよね。その中で本当に、あ、美味しかったのはキリンさんのおにぎりが、うーん、美味しかった。ああ、うん、あのラー油、ラー油なんか混ぜたやつ、あ、めっちゃ美味しかったんですよ、あれ。なんかあの、うん、あれだよね、激辛のやつだとか、うん、激山のやつだとか、そう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 、なんかふやけかけのコーンフレークとか、いろ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 食べたけれど、あの音声すいませんけど、もうぐちゃぐちゃでした。いやー、ね、1位はおにぎり、1位おにぎりでした。キリンさんのね、キリンさんの愛が詰まった。よかった、ごちそうさまでした。本当に、いや、きっと来年は来るんじゃないかなと。あ、なるほど、ね、そうね、CM がいっぱいね、え、来るかもしれないから、ちょっと期待してください、皆さん。なるほど、二人はラジオは今年1年通して、はい、まあ、なんだかんだで電波で発信してきましたけど、はい、はい、これからはどうしましょうか。これから、これからはラジオ好きですよ、うん、これからも、これからも、これからもラジオ大好きな人たちで生きていこうと絶賛、うん、ある意味そこは変わらずにいたいところだよね、うん、そうですね、なんか、うん、なんかもうやろうぜって感じだよね。ちょっと話したかもしれないんですけど、結構ラジオって音楽のそのジャム、うん、なんかあんまり物事決めずに一個二個そのなんていうの、決めて、うん、それに向かってこうみんなでこう作り上げていくって、その瞬間のなんかそういうのがあって、うん、ラジオって、はい、すごいそういう高揚感だったり緊張感だったりがすごい好きなんですよ。うーん、音楽的だよね。音楽的。ああ、そうですね。あの台本があんまり見たことないんで。ないから、ね。他の曲はね、もうちょっとちゃんと決まってる場合が多いかなって。はい、他の番組はね。ええ、うん。特にあのうちの狼率いる、はい、その番組の場合は、ね、ざっくりざっくりといつも計画の中で我々は喋ってますので。もう対応力半端じゃないですよね、ジャム感が。ジャム感が、デシコさんのジャム力半端じゃないですか。だいぶついたんじゃないですか。だいぶついた、僕が言うのもあれです。そう、もう私も1年ここでずっと喋っていたので、はい、だいぶね、いろんなことが起こりましたけど、いろいろなことがありましたね、もう、ね、ま、振り返りきれないほど。そうね、確かにね、もう本当に1年のことだったのかぐらいいろいろありましたね。確かに、うん、なんかね、2年3年あったような感じはしなくもないですね、うん、そうですね。あれ、これってなんかその以前放送したやつとかって YouTube で見れるんでした？え、今？いや、今じゃない。あの、今後っていうか、その放送したやつ、今これ撮ってますよね。撮ってるよ。これ上がってるやつをあの皆さんにシェアしたりとかできます、できます、できますよね、うん、あ、じゃあちょっとずつまた思い出振り返りつ、なんか ね、みんなに見ていただいて、そうね、改めて、うん、あの我々のフェイスブックのページとかで、そうですね、うん、あのだいぶ喋り上手くなっている、結構、あ、そうね、あの鍛えられましたね。あわわ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 みたいな、うん、ってほどでもなかったと思うけどね。そうだっけ。あ、まあ、そっか。皆さんにもどんどんもう一回シェアをしつつ、はい、振り返りつつ、
かなり膨大な量ですが。そうね。短いのからやっちゃったのから、いろいろあると思うので。やっちゃったのからやっちゃったのまで。ちょっともしかすると来年、あのね、レインボークリスタルの方、あんまりこう、出ない期間があるかもしれないので、うん、あの僕らの情報の宣伝をしていいですか？もちろん。ですね、ネットでカタカナで悪一バンド、悪一バンドで検索していただければ、まあ、大体何かしら出てくるので、はいはい、そこでちょっと今後の活動をぜひチェックしていただければななんて思います。なるほど。はい。ね。そして？そして、次回が、ライブがですね、あの2017年の第1弾がちょっと開くんですが、2月12日に、はい、渋谷のギルティでやるんですが、それがその日は何だっけ、何の日だったっけ、僕忘れちゃったポーター。忘れんなよ。何だっけな、2月12日って何の日だっけな。俺の誕生日だよ。イエーイ、ポーターのバースデーライブが。そうなんですよ。ライブなんで、あのみんなこぞってポーターのことを祝って、ポーターの顔にケーキをぶち当てに、これも全部受け止めるぜ。本当にね、あの本当に何もいらないから来てください。2月12日もうみんなのみんなと会いたい。うん、それがもう最高のプレゼントです。イエイイエイ。待ってるよ。お願いします。ありがとうございます。はい、はい、ではですね、最後、はい、また今日も曲がある、そうですね、3日前にね、26日にリリースをされたですね、はい、僕らのマンスリーリリースの第48弾ですね。すごい。丸4年完走記念曲。すごい。ウェイ。それを最後に聴いてもらって、今年の悪いちの締めくくりとしたいと思います。はい、2016年ありがとうございました。バイデッドバイワンでした。良いお年を。良いお年を。バッドチキン。はい、3人固まって、はい、あ、落ちた、落ちた、あ、クリアした、はい、取るよ、あー